面白い。私を従えるのであれば、それなりの力を示してもらうぞ。コアッパとで手加減はせぬ。全力でひねりつぶしてくれるわ。今度こそ負けん。はい、どうもさん、こんにちは、のぼるですよね。今日もテリワン 3D 人生縛りやっていくんですけども、今日はついに、モンスターを200種類集めないと行くことができない最後の旅の扉ですね。まあ、図書館の奥にある旅の扉に行こうと思うんですけども、その前に、いつも通りね、配合をやっていこうと思います。まあ、ちょっとそこのボスには、僕もね、いろいろと、いや、僕らも、いろいろと、借りがあるのでね、返さなければという感じでございます。で、今日の配合、何を作っていくかなんですけど、まず母親にですね、デュランを連れてきました。炎の戦士とブリザードマンを混ぜて作ってきたんですけども、こいつを迎えまして、メスの杖を持たせておきます。で、母親にはですね、前回手に入れたガルマッツを迎えることによってダークドレアム、こいつが完成いたします。こいつね、俺作りたかったんだけど、ガルマッツがなかなかね、手に入らねえなと思って、半ば諦めていたんですけども、まさかのここに来てダークドレアムが作れるっていうね。ただまあスキルがちょっと弱すぎるんで、まあそこは問題なんだけど、まあとりあえずこの神聖ってやつをガルマットはつけておこっか。で、あと一個まあ死神でもつけておこうかな。これで配合していきます。ただ、ガルマッツがね、今回のゴールではございません。まだ配合していきます。あっちでダークドレアムだ。さあ、そんなわけでダークドレアムもレベリング完了したんでね、いよいよ配合して参りましょう。とりあえずは母親にダークドレアムを迎えまして、父親にはですね、またまた前回捕まえたキャプテンクローを迎えることによって、魔王、ジェイムというモンスターが完成いたします。久々の3枠モンスターですよ。ギガボディに AI2 から3回コード連続も持って、スタンダードギラも持って、ギャンブルカウンターまで持っていると、素早さ早くね ?1000 もあんの。で、賢さも700ぐらいあって、HP もやっぱりね、このギガモンスターっていうのはやっぱり、HP 高えのがね、いいんだよ。安定感が違う。ただね、スキルがちょっとあまりにも微妙っていう部分があるんだよな。魔王ジェイムに関しては結構悪くないと思うんで、まあ、これ覚えさせよっか。で、神聖もね、割と良さそうだけど、どうなんだろう。ベホマラーはいらないのかな。まあ、正直ね、3枠モンスターなんて、ベホイマとかベホイミとかそういうのを覚えてくれた方が嬉しいんだけど、あ、瞑想があればいいか。逆にじゃあ、ガルマッツを覚えさせるっていうのはありかもね。はいはい、なるほどなるほど。キャプテンクローは全然いらないでしょ。で、あとはまあ死神とか守備アップとかつけて、まあね、このままではちょっと今の環境で戦えてはいけないんで、スキル編成をもうちょっと整えようかなと思っております。かっこよ。というか、いかつ。そしたら、魔王ジェイムの名前は、ヒロシで行こうと思います。よろしく。まあそんなわけでね、完成した魔王ジェイム、ヒロシをね、まあレベリングしたりだとか、スキル構成だとかちょっと整えてこようかなと思っております。というわけでね、すべての準備を整えて、図書館までやってまいりました。魔王ジェイムのレベルに関しては43まで上がっております。スキル構成もね、ちょっと見直しまして、魔王ジェイムとか、HP アップとかをつけてきたんですけども、まあ HP アップとか、攻撃アップとかはね、上限が、スキルポイントの上限が250とかあるんで、ちょっとね、最後まで振り切れてはいないんですけども、HP アップはプラス19のとこまで、攻撃アップは一旦攻撃力30まで振り終えたっていう形になりますね。ただ僕もね、ここのボスを倒すためにここまで頑張ってきたと言っても過言ではありません。まあ、最後はですね、まあ、全員で、ここにいる6名全員で生きて、帰ろうかなというふうに思っております。なのでまあね、最初のスタメン、まあスタメンはね、この4体で行く予定ではあるんですけども、こいつらがピンチになった時に、ジェイムをこう出したりっていうふうにできるように、できたらなっていうふうに思っております。じゃあ、行こうか。魔物を200種類以上、仲間にできたのね。あなたって素敵。さあ、ここを通してあげるわ。キュッ。ついに俺は、バニーガール以外にも、宙をもらってしまった。で、この奥か。なんかでもいろいろ本もあるんだよね。伝説の機械神。ああ、はい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 。この辺はいろんな配合先のヒントがあったりするのかな、おそらくは。まあそしたら、旅の扉、入っていきます。絶対に勝つぞ。
道中はどんな感じなんだろう。 B18 まであると。なるほど、屋内系なんだね。まあでも道中の敵は言っても別にそんなに戦う必要はないっちゃないけども。おー、なんだっけこいつ、懐かしいな。リザードキッズだったっけ、違うな、なんとかドラゴンみたいな。おー、バリクナじゃお前なんかよく出会うな。まあ出てくるモンスター自体は今のところはそんなに強くはなさそうだね。そんなわけでついに眠りの扉、最後の井戸まで来ました。絶対に勝ちます。絶対勝つ。エスターク、久々だな。誰だ、我が眠りを妨げる者は。我が名はエスターク。今はそれしか思い出せない。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからぬのだ。その私に何用だ、私を滅ぼすためにやってきたのか。いいえ。そうか、私を従えるためにここまで来たというのか。面白い。私を従えるのであれば、それなりの力を示してもらうぞ。コアッパドで手加減はせぬ。全力でひねりつぶしてくれるわ。今度こそ負けん。俺は今日までお前を倒すためだけに頑張ってきたんだよ。誰も死なずに、絶対に潰す。作戦は命大事に変えよう。で、二人変えていいな。空も変えていい。で、マジックバリアは行くでしょ？絶対魔法も使ってくるもんな。で、スクルトも行くでしょ？で、バイシオンも行くでしょ？で、カブト割りも行こう。で、俺がやれることないんで、いろいろね、ちょっと、準備も整えてきたんで、まずはスクルティオ。スクルティオは、まあ、要はスクルトです。スクルトを、テリーにも打たせる。これで行こう。あ、しまった！会心封じするべきだったか。テイム宝山7ダメージ。オッケーオッケーオッケー。カブトリ、うわー、3回行動してくれないか。下がれ、下がんねえか。テイム宝山まで行く。ナイス、2回行動。会心封じはするべきだ。ブレスか、痛いけどなんとかなる。ビッグバン、痛いけどなんとかなる。スクルト、ベホイマ、ベホマラーでよかったけどな。マジックバリア行って、さらにベホマラー、オッケー、ナイス、素晴らしい。でもう一度マジックバリア行こうか。で会心封じはやろう、絶対に。封じれるのかな、封じれないのかな。いや、分からなくてもやるべき、絶対に。で、バイシオもかけて、ここは、やれることないか。やれることない、であれば、ピオリムでもかけるか。で、俺は、今度はフバーハだね。これでいこう。回復は一旦いい気がする。フバーホートルかけて、回心封じ。頼む、封じてくれ。これ絶対魔神切りあるだろ。ナイス！さらにテイム宝山、バイシオンまでかけて、もう一丁テイム宝山、頼む。ボコボコにしてくれこいつを。ギュメ！メラガイア、魔法もあるよな。いくつくらい？207。大丈夫だ。オーラブレス、ウェバーボットルかけた。だいぶ減ってるでしょ、火力は。オーケー！ピオリム。オッケー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 。いいぞ。ベホイマ。ナイス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 。よくやってる。マジックバリアもう一発かけて。で、ベホイマ、誰に行く？ユメか。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ナイスナイスナイス。そしたら、ここは、空も火力に貢献しよう。で、
とテイム宝山言っておくて、兜割りは一応命令しておく、一応命令しておこうか。テイム宝山打って怖いんで一応ベホマラも打っておこう。でいいかな。今俺がやれることは特に何もないか。何もないんであれば何かダウニン、ダウニンじゃない、ルカニ、ルカニオン、ルカニオンとかやってもう火力に行こう。あと怖いのは、あーダメか、あと怖いのは凍結波動ぐらい。マジでこの間に火力稼ぎまナイス。カブトアリ行って下げろ下げろ、下がったナイスからのテイム宝山、ギガキララまで入って強すぎる。テイム宝山まで行って強すぎる。しゃクソったれのエスタック、ざまあみろこの野郎。マジで本当の意味のリベンジがやっと果たせた。ようやったお前ら、そしてごめんヒロシ、出番なかった。やっとだよ。くお、なんということだ。この私がたった3ラウンドでやられてしまうとは。仕方あるまい、お前についていくことにしよう。記録も更新。いや、これでようやく龍馬のね雪辱も果たせたことと思います。ようやったよみんな、本当に。今仲間にした魔物は二度とこの扉には現れない。まあそりゃそうだよね。嬉しい。強っ。何これ。え、 HP2012 は何、このゲームが発売された年だったから、たま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 かな、わかんねえけど。強いスターク。マジかよこいつ。守備力も HP もバケモンじゃん。エスターク、モロバギリ、サミダレギリ、不気味な光、アサシンアタック、マヒアデドス、ドルマドン、強者の余裕からの闇の波動、凍結波動、天使の気まぐれ。この辺別にエスタークにやられた記憶あんまないけどな。凍結波動ぐらいか。あーなるほど。いやー、ごめんジェイム、出番なかった。いやもうでもこのために今日まで頑張ってきたんだよ。登りをエスタークを倒したか。地獄の帝王と名のつく者を倒してしまうとは、そなたを褒める言葉がもう見つからんの。いっそのことはわしの代わりにこの国の王となるか。ああ、ぜひ。それいいね肯定されてるやん。な、何を抜かすか。お前はそれ言い過ぎとだけ言ってればいいんじゃない怒られとるわ。とにかくわしは王をやめんからな。登りよ、めったな気は起こすなよ代わりに国を起こすわ。いやー、まあさすがにここまで育てたら3ラウンドでボコボコにできるんだね。いやでもあいつも初手魔人斬りとかして誰かが死ぬ可能性だってあるわけでしょ絶対。いやまあ実際魔人斬りがマジであったかどうかわかんないけど、いやでもあるよな絶対なもう魔人斬り持ってないボスもいなかったし、ジョーカー2の時も魔人斬り持ってたし、まあ僕にとってはほぼほぼね巨大モンスター潰しというよりもあのエスターク潰しと言っても過言じゃないこのスキルだったんですけどもね。まあ会心封じとかギガキラーとか持ってて、もう絶対エスタークに使えるじゃんと思って覚えさせたんですけども、ハマったね。まあ結局魔人斬りはされなかったけども結局覚えてたのかな。まあ覚えてたんだろうけど多分。まあそんなエスターク復讐編でございましたまあボコボコにして気分いいわ。ただまあせっかく作って育てたジェイム出番がないのもね
申し訳ないし、せっかくなら俺もなんか強い敵と戦いたいんで、あの闘技場のジジイとまた戦うか。よう、ジジイ、今日はどんなモンスター連れてきてんだ。ほうほうほう、来たかのぼる。やっぱりマスター戦は面白いの。いつも同じこと言ってんだこいつ。あ、なんかでかいサソリ。なんだこいつ。ちょっと待って、守備力高えんだよなこのサソリ。どうするか。なかなかいかつい。いきなり白いっきり。まったそれは良くねえかもな。どうだろう。いや悪くないのかな、どうなんだろうか、微妙なとこだな。白い霧はね、斬撃系の技が打てなくなるんだったかな、確か特技が。兜割りはいけるんだ。とにかくぶっ放していくしかないな。あ、でも神羅万象さんはいける。ナイスナイス。いかつすぎる。天意無王座も言ってる。あ、全然出せてるわ、問題なさそう。しかも殴ってって、それワイトキングやれる。ナイスで、うわ、砂煙だる。は？あ、そうか、白い霧で。ミラクルソード。痛いけど？めっちゃ回復すんじゃん。ちょ、ちょい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 。だるいこいつ。待って。回復量上回られたらだるいぞ。ちょっと待ってよ。一旦命大事に変えよっか。ただ、スクルトとかはないからな。海破山まで行く。あっちいね。何ダメージ？強っ！とんでもない攻撃出すじゃん。しかもスタンダードキラーも持ってるから、小型モンスターなんてもう目じゃないね。しかも王家の剣も持たせてきたから、めっちゃ回復するし。爆裂剣、おーおー、痛いな。まあまあ、でも4回で終わったか。あー、しかし攻撃入らない。 OK、 269。いやでも耐えてるなサソリアーマー。白い霧解除まであと1ターンだけど、まあここでボコせるんじゃない。回復してまたさらにぶん殴って。でも普通殴りに行ってるな。MP がもうないのか。いや、ないことないな。ダークマッシャーまで行く。なぜだ。普通にぶん殴ってって。いや、それ回復してくれた方がいいけど、倒せるならナイス。いかつすぎる、このおっさん。カカカ、さすがじゃ、登る。わしを任すとは大したものじゃぞ。よし、それではわしに勝った褒美に、こいつをやろう。大事に使うかよ。霜降り肉めっちゃくれるじゃん。てかさ、このじいさんってさ、何回戦かあるんだよね、多分ね。じゃあせっかくならこいつと最終戦まで戦ってみる。どうやらじいさんとは残り3回戦えるみたいだね。で、誰出してくるのかはよく分かってないけども、うわー、こいつ死の踊りの記憶しかない。とりあえず相方ね、一旦無道に変えてきたんだけど、いやー、めんどくさそうなやつ来たな。ダーククリスタルで火力高えか、防御力高そうではあるよな。ゴールデンゴーレムとかもいる。海破山から行く。カブトアリから行ってくれてもいいんだけどな。どれぐらい入る？めっちゃ入るな。はマジで言ってる、お前。痛すぎ。待って、ギャンブルカウンターそんなさ、頻発するもんじゃないじゃん。マネ先に、うわ、しかも2回コードで終わっちゃった。で、お前らとりあえず行く。で、スクルトとかかけてくれたら、マジックバリアか。スクルトの方がいいんだけど、ベホイマー。まあ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 いいでしょう。で、いや、冥界の霧はやばい。ギガマホトラ、え、それあ、取れる。冥界の霧やっててもギガマホトラって、あ、そうだよね。意味ないよね。お互いに減ったのかってなったら、ガンガン行こうぜで行くしかないな。冥界の霧はだれすぎる。わ、しかもあれだ、王家の剣が、あだになる。海破山で、いや、1体は持ってとし、ダークドラムぐらいは持って、いや、身代わりそうか。兜割り、いやー、100ダメ食らうよな、俺な。あ、食らわない。それはないんだ。あ、OKOKOK、それなら全然いいわ。で、それ、ダークドラム、やれる、OKOKOK。なんとかなってる。あー、食らってるわ、100ダメ。あとは、やばい！危な！待って、もう殴んなくていいわ、ごめん。怖すぎる。ヘイモーさん、危ねえか。やばい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 。ベタドロン。あー、それなら絶対に死ぬことはないわ。ベタドロンでは死ぬことないよね。そうだよね。割合ダメージだもんね。冥界の霧だから、殴りたいけど、殴ることはできないんで、命大事にしておこっか。そうだよね。
ギャンブルカウンター食らったら無道死にかねないから、ヒロシに頼るしかない。頼む、ヒロシ、倒してくれ。オッケー。あぶねえ。なんでここで冥界の霧くんの。マジ、じいさんのやり方がだんだん姑息になってきたんだけど、メタルチケットいらねえよ。光あふれる地いけるんだわ。さあ、これ含めて残り2回。このクソじじ、なじなじしてきやがる。冥界の霧とか、あ、巨大モンスター。は？待って、めっちゃ強そう。これ何？片っぽはキラーマジンガか？このでけえの何？見たことないんだけど。キラーマシン3とキラーマジンガ。なんか能力上がってっけど見れないな、これな。怖い。でも、やるしかない。殴ってきた。なんだそれ。いった。リザオラル。何回行動だこいつ。うわ、しかもそっちにかけんの。海破山とりあえず行って。待て、こいつ強すぎる。カブト割り、ナイスナイスナイス。収力両方下げて、海破山もう一発、オッケー。海破山で、2回いけるのはでかいけど、死なないんだそもそも。リザオラル、うんぬんじゃなくて、死なないことある。ナイス守りの切り、それはでかいよ。武道が自分を守り続けることは大事。いいよ、それでいいんだ。君はそれでいい。あぶねえ、マジで。守りの霧やっといてよかった。お前、気色。気色ないこいつ。このじじい、マジで。ダークマッシュ、お前も覚えてるか。いや、キモキモのキモだな、このじじい、マジで。ギャンブルカウンター、ナイス！でかすぎる、そのギャンブルカウンター。ただ、リザオラルで復活する。しかも、999回復？おい！お前、バカたれ、ここで余裕ぶっこくな。ありえん、それは。あ、でも、海破山もずっと。あ、そっか、ギャンブルカウンターが1回あったからか。そういうことね、なるほど。やれる、オッケー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 。ただ、MP 切れた。もう何も打てねえぞ。回復してくれ。とにかく、オッケーオッケーオッケー。でかいでかいでかい。行動回数多すぎるわ、お前。無道つんよ。いや、でも、相手の方が素早さは早いからな。テーマ山、しかもリザオラルをまた自分にかける可能性もあるよな、こいつな。いって、スクルトかけてくれねえのか。ギガクロスブレイク。何これ。2発か、びっくりした。リホイミ。いや、リホイミは全然いいわ。でも、ムド、危なかったな、マジで。ちょっと、危ないか、これ。ムド、連れていくべきではないのか。いや、でも、ムドウ以外いないよな。ムドウいなかったら、それこそ死んでるもんな。あっぶねえ。いや、巨大モンスター相手ちょっときつい。いや、お前、どんどん強くなってんな。何くれんの？いろんな種を5個ずつもらった。農家か、俺は。お、何？今回はモンスターじいさんの代わりにスペシャルゲストがやってきた。何それ？しかもそのゲストは、お前さんとミレイユのタッグマッチ戦。え、何それ？ミレイユにはもう話をつけておいた。早速スペシャルゲストに、挑戦するかも。はあ。お、よくぞ申した。それでは、対戦に参加するメンバーを選ぶのじゃ。え？完全にか。なるほど。え？ミレイユどうなってんの？強すぎない？ちょっと待って、ちょっと待って。さすがにミレイユを、一旦、人柱にさせてもらうけど。え、なにこれ？ジジイじゃないの？どういうこと？格闘場でスタンバイを使うことなんて、な？いいはずだけどな。ミレイユの、このタッグマッチ？会場の皆さんお待たせしました。これよりスペシャルバトルを開始します。まずは、かわいい。登るとミレイユ、星売りの大会を沸かせた兄弟の入場です。で？相手誰？そして対するは？猿、樹上の国より、流星のごとく現れた誇り高きマスター。魔戦士ルギウスと魔戦士メイザー、樹氷の頂点に立つ兄弟の入場。え？
お前たちと我々とどちらが最強の兄弟か決めようではないか。さあ行きましょう、のぼる。私たち兄弟は誰にも負けないんだから。え、何使ってくるの？お前らが出てくるの？意地と意地、誇りと誇りのぶつかり合い、どちらが勝つのか全く予想がつきません。それでは試合開始です。え、こいつらか完全に。え、なんだお前は龍神王、やばそうマジで。待て、頼むミレイユ。うわー、素早さ早え。こいつ自己伝、そいつヒーラーだろ多分。開破弾の相打ち。輝き、どれぐらい入る？ミスってる。一撃効かねえか龍神王て。待て待て待て、死ぬ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 。イオグランデ、ナイスナイスナイス。いい、頼む。できる限り火力を稼いでくれ、俺が出る前に。自動 MP 回復、仁王斬り。あ強すぎる。獣王激烈長、ナイス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 。いいぞ。いやもうお前らが死ぬまで俺はここで働かせる。53全然食らってねえ。ギガクロスブレイク出た。何そのかっこいいモーション。あ、全然食らってねえ。サソリ強え。爆裂拳、てかここムドを出すべきだったか。いや怖え、ムドをここに出すの。開発はナイス、頼む。頭かせらしてくれ。やばい勇気の残部。待てよ、頼むから頼むからテンション上がらないでくれ。あー、ムドを出せません。絶対に地を激烈しよう。いやマジで頭数を減らしてくれ。デスカードないか、それか。硬くない？あ、やっばいや、これ。ナイスギャンブルボディ、でかすぎ。え、頼む。え、硬すぎるってお前マジで、ルギウス。さすがにか、オッケー。え、やばい。本当にやばい。脱力切り。ナイス攻撃力弾。いや、でもこいつなんか魔法使ってきてんだよな。いや、スーパーハイテンションの中出たくねえって。ギャンブルボディが強すぎる、さっきから。いや、でも、開破山。まずいか、これ。待って待って、頼む。耐えてくれ。連携出てる。ナイスナイス。飛び取り。こいつを、持っててくれ。いやー、やばい。なんかすごいことになってる。ナイスナイス。うわ。やば。べーわ、これ。マジで。いや、でも、テンションはなくなった。行こう。やるしかねえ。ここまで来れば、メイザーはもう本当に瀕死だと思うし、うちのヒロシは素早さめちゃくちゃ速いから、で、スタンダードキラーも持ってるでしょ？メイザーよりも先に動いて、ボコしてくれると俺は信じてる。あ、やっぱ呪文予測。お前、俺エアップだろ。俺殴りしかしねえからな。ぶっ放せ。カイハさん、絶対死ぬ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、龍神をダークマッシャー頼む。いやー、硬い。殴られた。痛い。オーラブレスどんぐらい食らう？怖い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 。あー、全然大丈夫だ。オーラブレス、マジオーララブレス毎ターンやれ。レホーナ、もう自分回復し続けていいぞ。なんならレホイミー、守りの切りでもいい、守りの切りでもいい。殴る？倒せるの？ね、なんで殴ったの？守りの切りでいいよ。仁王切り。待て、怖い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 。あー、大丈夫。オッケー。バフレス剣。うわ、やばい。何発来る ?1、2、3。やばいやばいやばい。オープン。あー、だ、オッケー、終わった。頼む。持ってってくれ。持ってってくれ。あー、危ない。こわ。嘘でしょ。なんでお前ら出てくんの？てか、龍神王どっから来たんだよ、マジで。龍神をよこせ。はっ、さすがだな、二人とも。やはりお前たち兄弟にはかなわぬようだ。しかし、樹氷最強と謳われた我ら兄弟を6ラウンドで倒すわな。お、何それ。さあ、これを受け取ってくれ。楽しませてもらったせめてものお礼だ。お、金の卵。初めて卵もらった。あ、もしかしてラウンドに応じてなんかもらえる卵違う的な。では登るよ。いつの日かまた会おう。あー、なるほど。いやー、お、あの魔戦士兄弟に勝ったのか。いや、もともと勝ってんだよ。
お前さんとミレイは最強のタッグじゃ。魔戦士兄弟と対戦するチャンスはまた巡ってくるから楽しみにしとれよ。あーなるほどね。次からはじいさんが相手。なるほど。またなんだろう、週1ぐらいであいつらと戦えるみたいな、そういう感じなのかな。ちょ、でもせっかくなら卵孵化させてみたいんだけど。持ってる卵を孵化させるんじゃな。それでは孵化させる卵を選ぶんじゃ。俺まだ孵化させたことなかったからな、卵。はい、セーブしてる。どうなるとこれって、捧げてからちょっとしばらく時間置かないとダメなんでね、多分ね。よし、星降りの祠に捧げる前にわしはこの金の卵を鑑定してやろう。うん、なるほど。お、そうなのか。こいつは罠なく運命の尖った卵という卵のようじゃん。はあ、星降りの祠にこの卵を捧げてくるとしよう。罠なく、なんつったワクワクさんがうんぬんかんのみたいなこと言ってるけど、あー、真っ金金金玉だ。これでしばらく置いとけば、しばらくしたら卵が買えるぞ。いい子が生まれるといいの。はあ、じゃあしばらく待ってみようか。あ、なるほど。卵の孵化にはメインパーティーが入手した経験治療が関係してくるんだ。金の卵の場合は10万経験値稼げば孵化するらしいんで、とりあえずじゃあ経験値を稼ぎに行こうか。お、待って、光あふれるうちに、なんかあの謎の綺麗花みたいなやついるじゃん。こいつなんかね、俺が初めてあの光あふれる地に来た時にもいたんだけど、なんかレアモンスターらしい。戦えるのかな。戦えるわ。こいつは何何する人、ルーファってスカウトすりゃいいのかな。まあひとまずスカウトかけてみるかと思ったけど、一応もう霜降り肉とか贅沢に使うか、最後だし使っちまおう。霜降り肉って何パー上がるんだろう。は40% ってやりすぎだろ。あ、てか裏に下げた方がよかったかな。まあ、でも仲間にならなかった。これ逆にさ、霜降り肉もう一個使ったらもう確定で仲間じゃん。なんとなくもったいなくて燻製肉にしたわなんかもったいないじゃん。こういうのをきっと共感してくれる人がいる気がするけど、仲間になんないんかい。しかもなんでこういう時に限って誰も逃げないのなんで、もういいよ、霜降り肉食え何がもったいねえだ。ぶち込んでやろ口の中に。これは確定で仲間になりますミスっても関係ねえ。てかメタスラ仲間にした方が良かったんじゃないの、メタキン。わかんないけど、まあでもこいつはここでしか手に入らないらしいからな。あとすれ違いとかでもできるらしいけど、もうすれ違いやってる人なんていないからねまあ一応仲間にしておこう。かわいいわ。さあそんなわけで10万経験値稼いできたよ。孵化どんな感じになってる。捧げていた罠なく運命の尖った卵がついに孵化しそうなんじゃ。ほう、何が生まれんの。おーおーおー、え、お、縦に割れるんだ。嘆きの亡霊かい。なんか絶妙なとこ来たな。え、大魔王ゾーマどういうことお前のスキル。なんでゾーマ覚えてんの意味わかんないんだけど。しかもプラスチーある程度振った状態でもらえるんだ。てか弱っ、マジこれびっくりするぐらい弱い。スラボーより弱いよ。まあ虹卵とかだったらめちゃくちゃレアなのとかも出る可能性があるっていうことなんだろうななるほどね。そんな風に卵って入手するんだ。生まれてきた子が強い魔物になるといいの。もうちょっと前に欲しかったわ、嘆きの亡霊と。まあそんなわけでね、まあここまでいろいろやってきたテリワン 3D なんですけども、この辺でね、終了としようかなというふうに思います。なんか空の経験値すごいゾロ目だね。4544545445 こんなことある、下ネタやないかい。まあ今回はもうまず間違いなく過去最強のパーティーが完成したと言っていいんじゃないかな。マジでめちゃくちゃ強くないこれうちのパーティー、まあいろいろあったけどね、ここまで。最初の頃はね、まあコウタとか名前つけてましたけども、もう残ってるのコウタだけか、名前つけてるのそれも悲しいな。まあね、最初育ててたあのバードファイターとか、あと何だったっけ、コングヘッドとかになってたやつは、最終的には、お寮に入っていったんですけども、ああもうケーズ的には見れなくなってるのか。誰だったっけ、あ、デスタムーアか。
まあ、最終的にはね、まあ、ずっと育ててたやつがデスタムーアになって、で、まあ、そのデスタムーアをお料理に混ぜたっていう形でしたね。で、もう片方、まあ、4体ね、基本的にずっと育てて、ストーリーはやってってたけど、もうあと2セット、2組が、まあ、カズマになったっていう形でしたかね。そうだね。まあ、完全にね、たまたまミルドラースが完成したっていう感じだったんだけど、まあ、そっからね、バラモスと混ぜて魔王ミルドラースになって、さらにメタルハンターを覚えさせてっていう形でしたね。あとはまあ、ほとんど配合してるやつはいないかな。あ、そうか、カイもいるか。そうだね。まあ、カイに関しては、なんだ、プチットガールズがいないとね、ちょっと作れないモンスターではあったんですけれども、まあ、プチットガールズから、まあ、幼女イシューダルを作って、黒騎士レオコンド混ぜてっていう風にして、まあ、そこから悪魔の書と混ぜてプラスチを振ってっていう形でしたね。まあね、こいつ一応女の子になっておりまして、今ね、ルギウスと混ぜようとすると、まあね、魔戦士メイザーが完成したりとかもするんですけども、まあ、今回はね、まあ、魔戦士メイザーは作らずおこうかなという風に思います。いやー、でも本当に、おもろかったね。今回の MVP も龍馬だったかな。正直ね、究極配合めちゃくちゃ強いわ。2から3回行動っていうのはもうとんでもないことなんだね、マジで。だって今のパーティーの中でもさ、一番火力高いんだよ。1人だけ攻撃力1000いってるんだよ。あ、でもルギウスもそっか、高いのか。まあ、でもこの火力でさ、2回行動確定で、なんなら3回行動してみたいなね。そんなことしたらそれはもう強いよ。素早さもめちゃくちゃ速いし、素早さ速いのは便利だったね、本当に。あとはお量、お量も良かったね。巨大モンスター潰し、まあ、最初ね、魔戦士ベーラっていうスキルを覚えてた時はね、まあ、獣王激烈将が、まあ使い方次第でもあるんだけど、ちょっとね、まあ、スキルというか、スキル、あの MP がね、あまりにも消費しすぎちゃったりみたいな部分もあったりしたんだけど、巨大モンスター潰しを覚えさせてからはすごく器用に立ち回ってくれたね。まあ、消費兵 MP×2 はあるんだけど、まあ、強者の余裕とかそういう、なんて言うんだろう、ターンを潰してしまうマイナススキルではなかったんで、まあ助かったね、このスキル本当に。で、普通に火力も高いし、マジ言うことなかった。で、まあ、空もね、もう本当に、まあ、一番最初に作った SS ランクだったっけ？違うか、SS ランクはもうちょっといたか。まあ、1枠モンスターで、まあ、こいつをね、ずっと作るためにいろいろ、モンスターをね、配合してってたりはしたんだけど、まあ、強かったね。最初はね、もう火力要因として、要になってもらって、最近ではね、まあ、万能型というか、2回行動を確定でやってくれるんで、マジックバリアとかもやりつつ、まあ、自分でもね、火力を出せるみたいな、戦うヒーラーみたいなね、俺戦うヒーラーみたいなキャラクターすっごい好きなんだよね。だからね、あのヒーラーとかにも、あの回復アップとか、回復アップじゃねえ、なんで攻撃力アップとか覚えさせたりもするしてたんだけど、まあ、強かったわ、マジで。で、まあ、ヒロシも、まあ、この回だけでしたけども、活躍の場面は。まあ、なかなかに暴れてくれましたね。マジで3枠モンスターね、全体攻撃になるのがやっぱ楽しくて、序盤から結構使ってたりしたけど、やっぱ今使っても面白かったね。あとスキルも良かったわ。ド派手で、海破山だったり神羅万象山だったりダークマッシャーとか、だからもうギガクロスブレイクまで行けばよかったかな。やバイキルトのことを考えると海破山の方が火力入るだろうと思って覚えさせなかったんだけど、最後ね、格闘場だったからね、バイキルトがなかなかかけにくいみたいな部分があってできなかったけど、いや、強者の余裕もあんまり出さなかったからね、1回だけだったもんね、結局。強かったわ。で、イサム、お前も強かったね。魔戦士ルギウス、このスキルというか、まあ、勇気の残部だね、これが本当に強いわ。勇気っていう名前のスキルが多分もうどれも強いとは思うんだけど、勇気の残部はマジで特に強かった。だって実質剣の前にテンションアップっていう追加効果を加えたみたいなもんでしょ。そりゃ強いよマジで。これ勇気の残部っていうスキルに関してはね、いやー、もっといろんなモンスターに覚えさせたいなと思ったぐらいには強かった。だって4体全員さ、勇気の残部使ったらさ、最高でもう 100% になったりする可能性もあるわけでしょ。
さすがに 100% はないか、 50% か。いやでも1から3回行動というか、3回行動の中で勇気の残部、なんか勇気の残部とかっていう風にしてったら、テンション100の状態で勇気の残部みたいなことになったりする可能性もあるってことだもんね。勇気の残部マジで強いと思う。これもっといろんなモンスターに覚えさせたかったな。でまあ最後ムド、ハクですね。まあハクはこの中では一番古参ではあるんですけども、マジでその当初、作った当初から今回まで活躍の場しかなかったね。もうね、行動回数が多いのは正義だわマジで。でこいつね、究極配合するとあの AI3 回行動確定になるみたいなんで、バケモン。そんなことしたら1枠の3回行動なんて見たことないよ。 AI1 から3なら見たことあるけどさ、3回行動で確定なんだよ。そんなのね、ぶっ壊れにも程があるからね。まあそんなわけでね、まあここまでやってきたデリワン 3D 完結としようかなと思います。本当に過去最高の、過去最強のパーティーだったわ。文句なし。あっぱれでした。まあ明日からね、また別のゲームをやろうと思うんでね。まあよかったら見ていただけたらなというふうに思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。